野田敏彦野田敏彦6月18日から1929年12月26日は日本の建築家で大正期から昭和初期に建築技師として活動。陸軍省、内務省、警視庁、同巡会と主に観光庁系の職場に奉職した。近代日本建築史上では建築の未作より建築非芸実論など多くの論考を表した。 論客としての側面で知られる。横浜州まで。画家で日本美術院会員の野田久浦は親戚にあたる。横浜中学校第一高等学校を経て、1911年東京帝国大学工学部建築学科に入学し、1915年卒業。卒業論文、鉄筋コンクリートと建築様式の一部をもとにした論文。 建築悲劇実論が内田昭蔵の推薦で1915年10月に建築雑誌346号に掲載される。卒業制作は劇場建築で建築悲劇実論を実践すべく装飾を廃した純実用的な計画だった。内田は大学時代建築の衣装計画にはすこぶる感能と評しており芸術に理解がないわけではなかった。大学卒業後は 陸軍省に建築技師として入省し、いくつかの建築を手掛ける。合間に建築設計協議にも参加し、実作として小さなバーなどをいくつか手掛けている。妻はその時のバー経営者の娘である。陸軍では、その他、大佐クラスでも不備があれば呼びつけて命令していたという。その後九百二十年、内務省の都市計画地方委員会技師に就任。同委員会で、 市街地建築物法の実施に尽力した。1922年に海外視察。長旅の船内でゴシップを話題にした漫画を制作し、人気を博したという逸話がある。1924年内務技師となり、内務省都市計画局第二技術課長に着任。関東大震災後、内務省復興局技師を兼任指定と復興事業基本計画に参画し、起草。 復興局技師は1928年まで兼務。1925年、東京帝国大学図書館建築部公営課長。1926年、警視庁建築課長。1926年からは道順職宅、同巡会嘱託。1929年から、東京工業大学工業専門部講師。1929年12月。 脳一血症の発作により死去した。去年39、内田昭蔵の弟子として、大学時代から忠実な人物で身の振り方はいつも内田に相談し、指示に従っていた。大正期から昭和初期にかけて鋭い建築批評を行った。卒論をもとにした建築非芸術論はトルストイの芸術とは何かを踏まえたもので、実用的な建築。 合理主義に基づく建築美について論述している。まとまった著書は残していないが、建築非芸術論の、俗、公共建築に、日本式を採用すべしというチャールズ・ビアードの提言に、対する反論、いわゆる日本趣味を何図、ビアード博士に一言す、議員建築当選図を見て、いわゆる国風の建築様式を読みて、建築家と、美学、分離派運動、建築と、 文化生活、火災の利用、隅田川に課すべき六教は、同一様式たるべし、防火地区の完成、建築論などの論考を発表している。若手建築家と建築青年会を結成し、議員建築の設計コンペの当選案を批判して、コンペの再実施を主張した。大学の後輩にあたる、分離派建築会の主張に対しては、軽薄な芸術と揶揄した。また、 当時の建築家の間には建設業者が設計まで行うことを批判し、設計と市工を分離すべきという議論があったが、野田は衣服と建築で洋服屋の例えを用い、建築士なら洋服屋のやるくらいの得意は守れると、兼業工程論を展開した。他に、東京帝国大学工学部建築学科卒業、計画図集感想、日記より、所簡。 建築無名会、建築青年会記事、身振り技競技規定、紀州両議員役、文化住宅、建築様式の変遷、台数の話、誤解せられたる文化住宅、職人機質などの文章がある。非満体で、同じく都市計画地方委員会の技士だった石川栄養は、野田君はビアダルのような風棒そのままに建築機関車団で鳴らしていたと回想している。 ありがとうございます。